さあでは行きましょう。続きでございます。戦いすると思ったら動き出したこいつ。はい、自転車はまだ手に入ってないですが、近接シティ到着。テレビってチェックしてるかい？最近なんて面白い番組が急に増えたんだぜ。テレビっていきなり友達のことが紹介されたり、知らないうちに自分がテレビに出ていたりするんだよ。そうなの？まあ、テレビ出るかもとか言ってたけど、テレビそんな憧れないんですけど。私が自転車に乗れたらカイナに行くのもすぐなのに、そしてカイナのフレンドリーショップでハーバーメールを買えるのに、欲しいの？ハーバーメール買ってきたろか？欲しいんかな？カモメのやつですよね。技を繰り出すのか、それとも道具を使うのか、トレーナーの判断で勝負が決まるのかもしれないな。ポケモンが戦っている時、能力を一時的に高める道具があるのじゃ。私が知っているのはプラスパワーディフェンダーあるよ。スペシャルアップとかね。ロック消しとか買っとこう。めんどくさいからね。眠気覚ましはまあいいか。よくアタールもあるわ。よし、そろそろジムとかあるんじゃないの。スピーダー NX。 ポケモン勝負をするのもいいけど、もしも自分のポケモンが戦いで傷ついたりしたなら優しくいたわってあげなきゃね。まあそらね。君のポケモンはなかなか強そうだな。よし、気に入った。この秘伝マシンをあげよう。 ありがとう。さらっとくれた。はあ、岩砕き来た。君の行き手を塞ぐ邪魔な大岩があっても、その秘伝を使うことで砕いてしまえるのだ。僕たちポケモン大好きクラブ、はい、始まりました。皆さんの意見をこの私が代わりに叫んでしまおうというすごい番組。はい、いろんな話を聞いてきたリポーターからの情報だ。今日のポケモン大好き人間は、ユーオさんだ。それではご自分のポケモン、ドクケイルのマユミについての熱い気持ちを代わりにこの私がテレビに向かって叫んであげましょう。レッツシャウト。さて、ユーオさんがドクケイルに惹かれた理由は、湿り気。おー、素晴らしい意見だ。ドクケイルをどんなに好きかビンビン伝わってくるね。ユーオさんにとってポケモンを一言で例えるとすれば、それは、働く。ブラボー、今までの中で一番いい叫びだった。働く。何度も叫びたくなる言葉だね。嫌やわ。嫌やろ。嫌やろ、そんなもん。休みたいよ。休みたいよ、それこっちは。サウナ行きたいよ、サウナに。自転車に乗っていても野生のポケモン飛び出してくるよ。ありがとうございます。自転車持ってないんですよ。あ、置いてある。ここでもらえるかな。あそこにいる親父、変なこと言ったりするの、なんだか面白くて忘れられない存在だわ。あれやんね、多分。レコードコーナーができた。グッズ交換親父。グッズの交換する？ヨマワルドール。ボールクッション、タイヤ、かわいい花。サダハルさんが使ってたグッズだよ。はい。交換に出してくれるグッズ選んで。ルリリドール、はい、交換したんや。なんか部屋をチューンアップできるのかな。レコードコーナーを使ったらね、ムロタウンで流行ってるものが友達と一緒になったのよ。あ、よくわからない。通信系の多分機能なんでしょうね、レコードとかは。やっぱポケモンって通信してなんぼなんやな。ね、僕もあんまりこうわからないですけど、そういうもんなんすね、多分ね。今時のゲームやったら、多分、通信対戦とかできるよね、コロシアム。今時のゲームやったら、多分あれっすよね、その、ネットつながってるから、スイッチのポケモンとかやったら、そもそも通信なんてめっちゃ簡単やもんな。サイクルショップ、カゼノ。これまた随分元気そうなお客さんが来たの。私は人呼んでミスターカゼの、このサイクルショップのオーナーさん。君のランニングシューズものすごく汚れているけど、どこか遠くからやってきたのかい？はい。ふむふむ。なんと、ミシロタウンからはるばると。すごい遠くじゃないか。私の自転車があれば、心地よい風を感じながら楽にいろんなところへ行けるのに。くれた！いや、ちょっと待て。自転車に2種類のタイプがあるのを忘れとった。マッハ自転車とダート自転車だ。マッハ自転車は全身で風を感じたい人に。ダート自転車はテクニックを楽しみたい人に。ダート。
テクニック楽しみたい。もしも別のタイプと交換したくなった時にはいつも私に声をかけてくれ。僕はここで働きながら自転車の勉強をしてるんだ。乗り方で何か分からないことがあったら奥の部屋に解説書があるからそれを読んでみるといいよ。ダートのやり方を教えてほしいな。マッハ、まずマッハ、はい、スピードが上がっていくでしょう。曲がるコツ、スピードが速くて急に止まることはできません。角を曲がるときはちょっとしたコツが必要です。少し手前で十字ボタンが手放してスピードを落として曲がりましょう。砂の坂、小さな砂の坂があります。普通は登ることができます。マッハ自転車に乗っていれば登ることができる。あれや、マッハ自転車登れんねや。洞窟の中ウィリー、そのまま前輪が持ち上がります。十字ボタンを押せば前輪を上げた状態で走ることができます。ウィリー、ダニエル、B ボタンを押したままにしているとウィリーしながらその場でピョンピョン飛び跳ねることができます。ダニエルというテクニック。ジャンプ、十字ボタンと B ボタンを同時に押すとジャンプします。横に押せば横にジャンプ、後ろに押せばジャンプしながら方向を変えることができます。ええやん、めっちゃええやん。ウィリーとか言わないですけどね、本来マニュアルとかですけどね。まあまあまあそれはいいとして、じゃあチャリをセレクトにセットしますか。いや違う違う違う、ダート自転車登録。おおおお、かっけえやん。方向入れ替えもできるし、ダニエルはどうやったっけ。ダニエルなんだ。これでは登れへんな、さすがに。ウィリーでも登れへん。あ、見つかった。あ、花系の人やから、またあのバラの、そうですね、アロマのお姉さん、いいですね、いい匂いのするお姉さん。さあそろそろ神なんでも、いや弱え、マジで神な、マジで弱えな。なんでこんな火力が弱いんや。ノーマルが全く、それでも多分ノーマル装備させてるんですよね。あ、宿り木の種、この宿り木が、うわ、毎ターン吸ってくるんですよね、多分毎ターン吸ってくんぞ。早く倒さないと。効果は今一つ、素早さが下がった。体当たりプラス宿り木、きつい、マジできつい。これしかし宿り木が強いっすよね、これ。めちゃくちゃ強い。やっと倒したかな。オッケー。ロゼリア入れ替えます。まゆみさんでいきます。やっぱ吸い取り系来られるリスクがやっぱきついな。吹き飛んでしまいなさい。花びらを落とす。毒も持っとるね、当然。綺麗な花には毒がある。しゃあ、オッケー。あざした。もう一回解説見る。 B ボタンを押したままにしているとウィリーしながらその場でピョンピョン飛び跳ねることができます。 B ボタンを押したままにしているとその場でピョンピョン飛び跳ねることができる。こういうことか。すげえ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 、いいやん。やっぱりどっちかというとこっち系が好きやな。やっぱ BMX とかね、まあ、マウンテンバイクとかね。僕はどちらかというとデザイン的にはそっちの好きなんですよね。
ちの先輩なんかはトライアスロン用のシャリ、ね、この間買った言ってましたけどね、また新しいのをね、ミツル、あ、ミツルや、おじさんお願いだから自分がどれくらい強くなったかこのジムで試してみたいんだ。おお、まあまあミツル君、確かにポケモンと一緒に暮らすようになってから君は随分元気になった。だからっていきなりポケモンジムに挑戦なんて無理してないかい？無理なんかしてません。僕とラルトスが力を合わせれば誰にだって勝てるはずです。あ、僕あれから強くなったんだ。ほう、勝負しようか。さあ、どの程度強くなったんだてめえは。ほんま嘘ついてんやろな。お前一品やんけお前。ラルトスのまんまやんけお前。ほんで何にも変わったらいいんかな。こっちは真弓やぞこれ。それではあかん。影分身、おお、回避率が上がった。おお、ラルトスは何系なのかな。回避率ばっかり上げてんの。当たらん。うわマジかこれ、クソ戦略やな。いや、でも悪くないよ、いいと思いますよ。そして念力攻撃と。当たらなくなったところでね、徹底してくんな。いや、まあまあ強いな、まあ強いっすね。うっとしいなマジで。ただモンスター変えたらまた最初からになるからな、言っとくけど。回避率が下がってんのはあくまで真弓やから分かってんだろうな。オッケー、弱えよラルトス。ミツルてんてんてん、負けや。お前ジムなんか無理無理、こんなもんで。死だけに戻ります。ほらトレーナーってすごいんですね。ただポケモン持っていっていて戦わせるだけじゃ本当の意味でトレーナーにはなれないんだ。そうやで、もっと強くなれ、これからやお前は。なるほど、ミツル君がポケモンを捕まえるのを見守ってくれたのはユウオ君、君だったんだね。よかったらシダケにも遊びに来てくれないか。行くつもりです。このジムをぶち殺してからな。この町は東西南北に道が通じているからいろんな人がやってきます。近接ゲームコーナー4、カジノ的な感じだなこれ。来た、やろうぜカジノ。ルーレットというやつを大きく狙おうとするとなかなか勝てないくせになかなかやめられない。困ったもんだよ。コインケースが必要、欲しかったら隣の家のお姉さんに言ってみたらどうだ。ちょっと待てよ、君は7を狙って止められる。BD タイムっていうチャンスゲームの時、7を狙ってバッチリ止められればコインをたくさん増やせるよ。スロットええな。うん、稲妻がたくさん溜まっているほど BD タイムの回数が増えやすいの。最高5回の BD タイムのゲームでレギュラーボーナスを4回当ててからビッグボーナスを当てることができればコインを660枚も稼げるわ。ちょっと何言ってるか分かんないな。水五郎ドールを手に入れた、やった。欲しい景品があるから大当たり狙ってるのよ。スロットはコイン1枚から遊べるけど3枚かけた方がいいんじゃない？大当たりの確率がアップするからね。コインケースをまずもらってこないって話にならないですね。いやこれじっくり行きたいね。まずはコインケースをもらう。隣の家のお姉さん、隣の家どれ？え、家なくない？隣の家のお姉さんって言ったっすよね。あれ？隣の家じゃ、あれ？隣の家のお姉さんに行ってみたらどうだ。隣の家のお姉さん、どれ？隣の家、これハーバーメールを、ハーバーメールを買ってくればいいのかな、かもしれないな。
マジで。よし、チャリで行ってみようか、サイクリングロードへ。ゴー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 、来た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 。よし、おー、行った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 。おー、おらおら、なんかおる。どう、風になびく私の黒髪、このためだけに髪伸ばしたんや。あ、トライアスロン、ハードなスポーツ、水泳、自転車、マラソンの3種目をこなすのよ。トライアスロニストですか、この方は。おー、やりそうやな。薄着やな、トライアスリート。コイル来た。水系は辛いぞ、これは。いや、効かねえ。こっちも電気系なんですけどね。いや、髪なん弱すぎるな、もう。首じゃないか、これ。首なんじゃないこれ。コイル倒せるかな、マユミで。結構相性は良くないと思うんすよね。いやー、混乱はさせたけど。単純火力モヒーゴでいくか。まあ、モヒーゴはもうダメージ食らうのはもうしょうがないとして、電気ショックが食らっちゃうんですよね。え、効果ないの？マジ？ほう、そうなん。地面属性があるからか。あっちゃー、これ強いな。じゃあモヒーゴ、弱点埋めてるやん。水属性の弱点を埋めてますよ。戦わなくていいのか、てめえは。戦うんだろ。ヘイユー、私のスピードについてこれるかな。めちゃくちゃついていけてたわ。そのタイプでダートタイプに負けたらあかんねんで、トライアスリート。オッケー、もうヒーゴ一択でいこう。行け、もうヒーゴ。電気ショック効かへんかったらもうゴミやん、コイル。しゃあ、またコイルですか。なんなん、ここはコイル流行ってるんですか、このサイクリングロードは。確かにちょっと機械っぽいから、そういうノリなのか。オーマイガッ、金貯めとかんとね、これスロットやりたいから。こっちはシーサイドパーキング。戦う？自転車のスピード出ても焦っちゃいけないよ。どういうこと？日本語言って。秀明、コイルや。コイルばっかり。モヒーゴが今レベル24、ソニックブーム。いい、髪何にも無駄なね、あれが入っていってるよ。無駄な経験値が入っていってるさ。なんか髪何に与えられるもんあるかね、これ。髪何どう、覚えられる？覚えられへんね。髪何がなんかできることないやろか。もうヒーゴだけや。岩砕き、モヒーゴは覚えられるやろうなと思った。秘伝をモヒーゴに与えるとね。ミスターカゼノにもらったんだね。カゼノ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 って書いてある。すごいな、そんなモノグラムみたいになってたんや。でこれ、失礼します。自転車漕ぎ続けて太ももがパンパンになっちゃった。いいやん、太ももパンパンの女性はいいですね。コイルばっかやな、流行ってんなこのサイクリングロード。コイルが、
コイル人気がすごいんですよ。金属音ん、特防がガクッと下がった。はあ、さあま全部コイルやろね。まあモヒーゴで倒してしまおうかなと思います。他の人を育てるのもやっぱり重要ではあるんですけど、メインの一人をしっかり強くしておくことも、ことはめっちゃ大事だと思うから。泥遊び、なんかすごい泥系行こうとするのに、ドロドロになって電気タイプのダメージを減らす。いや、いいんやけどな。まあ諦めます。もう攻撃系でいきますわ。ビリリ玉、ビリリ玉、あとちょっと外れた。充電、電気タイプね。でも肝心の電気タイプの攻撃がこっちにあんま当たらないわけなんで、別にええやんけって感じですよね。当たるやつもあるんでしょうけど。はい、ビリリ玉を攻略。筋肉痛が心配だわ。よい、おっと危ない。バイクレースに慣れてないようだな。え、バイクレースしてたん？え、バイクレースやってたん？ごめんなさい、そんなつもりなかったんで。そんな話一言でもしました？バイクレースしてたとか。充電、こっち麻痺っとくからね、ちょっと面倒くさい。どれぐらい当たるかなと思って。レベル差が結構あるから、ほらこいつぐらいは倒せるやろ。なんとか倒してみろ。よし、麻痺った。こっちも麻痺ってる。なんなんもう。オッケー、ワーワーワー。カミナーに倒してもらおう。カミナーもう一個レベル上がる。そろそろ一回なんか覚えてもいいもんね。17歳やったらいろいろなこと覚える年やで。もうバイトとかも行き出す年やからね。そろそろ1個覚えてもいいと思う、思ってる。最後もビリリ玉かもしれないですね。よし、レベル上がったぞ。特攻の方が高いね。だから来た、電光石火を覚えたい。来たー。まあノーマルですよね、電光石火は。どっちがいいかな。まあ遠吠えを外してポカン。まあまあまあ、でも電光石火嬉しいな。普通の攻撃やと思うけど。やっとでも攻撃の技をもう一つ覚えたっていう。ほんまは電気の技を覚えてほしかったんですよ。なかなか大変っすね、育てんの。電光石火は絶対に先んじて攻撃できるっていうメリットのある技なので、あまり電気とかは関係ないし、火力的にもそんなに高いわけじゃないと思うんですよね。臆病な性格っていうのが災いしてんのかね。電光石火威力、まあでも40あるわ。一応40威力あるから、まあまあ一応体当たりよりかは強くなった。テクニックを覚え、使わないと進めない場所もあるんや。やったね。まあ自転車で走り抜けたレーサーのぶつかった回数とかかったタイムを測っている。はあ、そうなんや。そんなこともやってくれんねや。早かったらなんかご褒美くれたりするのかな。はい、ハーバーメール、一応2個買っとこうか。よし、でプレゼントしに帰ろう。
シャリ飲んのむっちゃ早ない？全然関係ないけど、シュッて。シャリ乗るのむっちゃくちゃ早い。ちなみにこう、ウィリーしてると遅いですけど、普通に走るとかなり早いですね。全然早いね。今のコース事故ですよ。とんでもない。オッケー。私のミラクルを見せてあげるわ。ミラクル。うん。初めてや。サイキッカーのマリコ。ミラクル発生しそうにないけどね。モヒーゴでいきまーす。目覚めるパワー。よくわからん。シェー。ようわからんな、サイキッカーのマリコ。なぜ隠れてたのかもよくわからんし、すべてが謎や。さあ、コインケースをくれたまえ。ハーバーメール買える、よっしゃ、コインケースと交換してくれない、やったー、嬉しい、コインケースを手に入れた。あざーす。コインケースがあればゲームコーナーでルーレットやスロットを楽しめるわ。暑いぜ。ちょっと売ろうか。クリティカッターはちょっと欲しい。置いときたいな。エフェクトガード、戦闘で使うと味方の能力を下げられなくする。ちょっとでも金をね、ちょっと取っときたいなと思いまして。スペシャルアップ、よし、行こうか。ちょうど時間っすね。次回カジノ会やね。はい、ここで回復だけして、次回ちょっとカジノ会で私ちょっと入り浸ろうかなと思うので、まあ、商品とかも含めて一回確認して、まあどれぐらいやるか、はい、軽く触り程度なのかがっつりなのか分かりませんけど、8時間ぐらいやる可能性もありますけども、まあとりあえず次回ここからという形でセーブしておこうかな。はい、現在5時間半ぐらいプレイした形ですかね。 OK。 5時間5分か、これが今のデータか。5時間5分プレイしたってことですね。はい、ではここからいきます。